さて、三回目でございますね。えー、特別編、よろしくお願いします。はい、三、はいえー、回目は僕が喋ります。はい、プーチンについてですね。プーチンはまあ良くも悪くも、今ね、全人類の注目を集めている人物なんですけれども、まあ、そんな人物をですね。 中国人が日本語で喋るっていう本当狂ったことをですね、今からやらないといけないんですけど、<laughs> <は> <laughs> ちょっと喋っていきますね。<はい S 1> で、まずその大前提としてちょっと共有しないといけないことがあって、<うん S 1> まずプーチンを研究するプーチンのことについて知るっていうのは、そもそも限界があります。それはなんでかっていうと、彼個人に関する確実な情報っていうのは、驚くほど少ないんです。<えっ S 1> はい で彼から発せられる情報、言葉あるいはそのロシア政府から発せられるそのプーチンに関する情報とかは、うん、ほとんどというか、ほぼすべてプロパガンダの目的で操作されたものなんですよね。これはもうあのプーチンの研究者も言ってます。うん、かそれか、他の情報があるとすれば、ゴシップだとか、うん、あとはその噂話とか、あるいはプーチンの周りの関係者が。 こう喋っている証言だとか、そういったあのなかなかエビデンスを確認しようがないものしかないんですよね。だから憶測の息を出ない情報だったりとか事実かどうか危ふな情報っていうのがあのプーチンを説明するなけなしの材料っていうことになりますよね。なるほど。はい。でこれを分かった上で。 じゃあ、そのプーチンをそのけん、それでもそのプーチンについて、何のか、彼がどういうことを考えて動いているのかという,かいうことをその研究している人もいるわけです。うん、で今回、その参考にした文献を、ですねとりあえずまず紹介しようと思ってて、うん、まず、えー、プーチンの世界っていう文献を参照にしました。うんうん、これはアメリカのブルッキングス研究所の研究員であるフィオナヒルとクリフォード・ガディっていう方があの書かれたものですね。うん ちなみにこのフィオナ・ヒルっていう人は、アメリカの国家安全保障の中枢に関わってたあのアナリストで、うんでまあ、バラク・オバマ大統領とかの下でアナリストとかを知ってた方ですね。うんうん、あと、木村博っていう日本のロシア研究を牽引してきた研究者っていう人がいるんですけれども、この人のこうプーチンとロシア人と、あとはそのタイトルがプーチンという本を今回、参照にしてます。うん それからこれは、えー、プーチンの実像証言で暴く皇帝の素顔という、えー、本も主に参照にしました。はい、というこのプーチンのこう研究の限界ということを踏まえた上で今回僕が話すプーチンについて皆さんあの聞いていただければなというふうに思います。はい、でまず、えー、プーチンのルーツですよね。プーチン一族のルーツというのは、うん、モスクワから120キロほど北西にあるトゥベーリ州。 トゥルギの村の出であるらしいということが記録されてますね。で、祖父、祖父はスピリドンっていう名前なんですけれども、うん、この方はホテルでコックをしてたそうですね。うん、で、ちなみにプーチンの祖父がコックをしてたホテルでよく食事に来てたのが、海藻ラスプーチンっていう人ですね。うん、これも、海藻ラスプーチンっていう人ですね、はい。ラスプーチンです。名前はラスプーチンです。はい、ラスプーチンですね。はいはい、この人はですね、まあ、ニコライ2世 ロシア皇帝のニコライ2世の宮廷で実権を振るった僧侶ですね、うん、結構あの映画とかにもですね題材として取り上げられているので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。えっと、妖怪の会に僧侶の僧で改装ってことです、ね、そうですね。で、お父さん、プーチンのお父さんとお母さんですね。うん、で、お父さんは1991年、当時の首都であるサンクトペテルブルクで生まれました。はい、でお母さんは プーチンの祖父の故郷の3キロ先の農家で生まれたそうです。要するに、プーチンは庶民の入れで生まれたんですよね。はい、お父さんは仕事としては工場の労働者で、お母さんはまあ清掃員とかパン屋の手伝いを、そういった仕事を転々としてたそうです、うんで。ちなみにですけれども、お父さんはですね、後々、カーゲーベイの一個前の組織である内務人民。 インブっていうところの工作部隊に所属してですね、はいはい、ナチスの占領地に送られて、焦土作戦を実行したそうです。戦争に行ってたんですよね、うん、プーチンのお父さんは。うん、で、そこで足を怪我して、まあ、障害者になってます。あカーゲーベイって何でしたっけ、ソ連時代の秘密警察、秘密警察ですね。諜報機関ですね、ここはあの後々、プーチンもここで働くようになります。はい、でプーチンには兄がいたんですけれども この兄が実は亡くなってるんでですよね戦争でうどこで亡くなってたかというと、サンクトペテルグルクっていう都市があるんですけども、これがまあこの時はね、レニングラードっていう名前で呼ばれてたんですが、このレニングラードをですねナチスが包囲して、めちゃくちゃ攻めたんですよね、砲撃したりとか、爆撃したりとか、これで少なくとも67万人が死んで、一説によると150万人のレニングラードの住民が 死んだんだですよね、えー、ここで実はプーチンの兄も犠牲者の一人だったというふうに言われてます。なるほど。で、この時はまだプーチンは生まれてないんですよ。んん兄が亡くなって、プーチンはプーチンの母親がですね、41歳の時に授かった男の子なんですよね。んふんふんだから、ものすごく溺愛されたそうです。うん、なるほど。つまりここで何が言いたいいたかととうプーチンの 家っていうのはですね、特権階級ではなかったんですよね。うんはい、特権階級ではなくて既得権益のサイドに属してなくて、まあ伝統的な権力の枠組みからするとまあアウトサイダーだったということをここでまあ言いたいです。うん、で、彼が生まれた地区っていうのは結構治安が悪かったらしいんですよね。うん、なんか家の外に通りがあって、その通りでよくなんか喧嘩とかあったそうなんですよ。うん、ストリートファイトが結構そこら辺で起きてて。 でプーチンは体が弱くてですね、結構いじめられてたみたいです。うん、今の現在でもロシア人にしてはまあ小柄で168センチの身長みたいですね。はいはい、で、ここでプーチンは喧嘩でボコボコにされて恥をかいたんですよ。うん、で、この時のことについてプーチンが大統領になってから言ったことがあるんですよ、振り返って。うん、私はこの喧嘩に負けた ことから4つの結論を導き出したっていう,ふうに彼は言ってるんですよね<う>もちろんこれはあくまで彼が自身の主張なんですよ。本心でこう思ってたかどうかは分かんないんですけれども、うん、まずは1、私が悪かったとっいうこと、私の方から一番イチャもンをつけたから、2>, うん、2、どんな相手に対してもそういう態度をとってはいけないし、誰であり敬意を払わないといけない。うん、で3 4がすごくて、うん 自分が正しくても悪くてもどんな状況でも強くなければいけないそうでないとやり返せない<ー>4攻撃や侮辱にはいつでもすぐさま反撃できるようにしておかなければならない勝ちたければどんな戦いでも最終決戦のつもりで最後まで戦い抜く引き返すことなどできない最後まで戦う以外に選択肢はないという覚悟を持ってっていうなるほど言って言いますねで 彼が体が弱くていじめられてたので自分の身を守るために彼はですねこう柔道とサンボっていう柔道とレスリングを組み合わせたようなソ連発祥の格闘技のトレーニングを積むようになるんですよね、うん、おそらくは彼らの自分の身を守るためでもあったし喧嘩に勝つためだとか、うん、あるいはその身体的な劣等感を克服するためだというふうに言われてますはい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 で、まあこの柔道 は、あの、プーチンを結構変えたらしくて、うん、プーチンは大統領になった後とか、日本を訪問した時とか、あの、行動館って、いう柔道のね、あの総本山訪問したりとかして、まあ、結構彼の中で大事なことみたいなんですよね、柔道。うん、で、しかもこれぐらいの年の時に、プーチンっていうのは将来スパイになりたいと考えるようになったって、インタビューで言っていて、で、きっかけは、 盾と剣っていうロシアの映画があって、これ白黒の映画でね、あの探してみたんだけれども、日本語の字幕では手に入らないみたいなんですよね。アメリカのアマゾンでロシア語版を変えるみたいなんですけれども、英語の字幕もないみたいで。で、この映画でスパイっていうのすごいかっこいいなと思って、スパイになりたいなと思って、ロシアの9年生の時 日本で言うと中学3年生の時に KGB のカーゲー米の支部に直接行ってどうやったらスパイになれますかって聞いたみたいなんですよね。うんうん、そしたらカーゲー米の人が第一に志願してきたものは採用しない。うん、第二に兵役を終えるかもしくはどこかの大学を卒業したものでないと入れない返事をしたらしくてでプーチンはじゃあどの 大学のどの学部がいいですかって言ったら、まあ、法学部への進学を勧められたので、まあ、法学部に進学したいなと思うようになったってインタビューで答えてるんですよね。へー志願してきたものは左右しないんですね。ね<ー>そうなんだって僕も思いました。で今諸越さんが言ったようにプーチンがこの後大学に通いますレニングラード大学で彼は法律を専攻するんですよね。うん で法律は法律でも特に彼は国際貿易法を勉強してたそうですね。うんうん、つまり彼の学問のキャリアの始まりは経済と法律の領域なんですよ。うんで大学を卒業するとすぐにカーゲーベイに就職して工作員として勤務するようになります。お入れるんですね、なるほど。入ったんでですよね、はい、でなぜ 経済畑、法律畑出身のプーチンがカーゲーイ,イで仕事をさせてもらえたのかっていう背景をちょっと説明しますね。うんうん、まず、カーゲーイイっというのは諜報機関なんですけれども、ここはですね国家の安全保障っていうミッションのもと、ソ連の経済政策に深く関わってきた組織なんですよね。うん、で、どういうことかっていうと、カーゲーイ,イはソ連の中の経済活動とか、 経済活動のプレイヤーたちを監視する役目があったんですよ。うんうん、つまり、経済犯罪を暴いたりとか、経済政策自体の立案とかに携わってたんですよね。はいはい、で、あとは、もう一つ大事な仕事があって、うん、西側諸国の資本主義経済とか、その思想がソ連に侵入してくるのを防ぐ。 っいう仕事もあったんですよだからその経済との関わりがあの深い組織なんですよねでしかも当時のカーゲーベイノにはちょっと人材採用方針っていうのがあのちょっと変化があってですね、うん、当時のカーゲーベイノ議長であるユーリー・アンドロポフっていう人がいるんですけれどもこの人は急速に弱体化するソ連を改革するためにこの古い体制をもっと新しくしないといけない、うん、そのためには若い人材を入れないといけない。 しかもその若い職人っていうのは既存の権力からちょっと遠い距離にある人を採用しないといけないっていう風な方針があったみたいですはいはいなのでプーチンがその人事改革の流れの中でカーゲーイ,イに採用されたのではないかというふうに言われてるんですね、うん、ちなみにプーチンが後々語った自分がカーゲーイ,イで受けた訓練の中で大統領になってから役に立ったスキルっていうのが実は言ってるんですよねううそれが主に 二つあって、一つは人間に対処した経験なんですよね。対処<あ>味方を作ることああ、うん、相手に共通の目標があると感じさせる必要があるという風なスキルをこの影部で勉強したそうです。あともう一つは大量の情報にうまく対処する能力っていうのをここで勉強したっていう風にプーチンが言ってますね。なんか人たらしの良さもあったみたいですね。なななるほどなるほほどどんかこれは 影米で働いてた時代のプーチンを知っている人が証言として言った話らしいんですけれども、うんあの プーチンってすごく人当たりがいいらしいんですよね、人懐っこい感じの人らしくて、うん、で、これはカーゲーベイ仕込みだなって、その人は思ったらしいんですけれども、<ー>別のカーゲーベイで働いてた人は、ちょっと違うんじゃないかなって、それはプーチンの個人的な性質なんじゃないかなっていう証言もあって、まあ、よくわからないんだけれども、まあ、そのような評価をされてるって感じですね、うん、な,るほどなるほど、なるほど。カーゲーベイで仕事し始めたプーチンなんですけれども、 彼はですね海外に派遣されるんですよ。うん、ここが東ドイツのドレスデンなんていうところなんですよね。<ー>この東ドイツっていうのは、ですねソ連の占領地域に建国された社外主義国家だったんですよね。うんうん、まさしく、ソ連の衛生国っていうところで、まあ、国として形はあるんだけれども、主権ソ連からこう主権を制限されているっていう風な国ですね。で、そこに彼は勤務しに行くんですよ。うんうん、でプーチンのの仕事っていうのが こういう仕事したんじゃないかなっていうふうに言われてて例えば機密情報を盗み出すとか<ー>あとはドレスデンに住む西洋諸国の人間と接触して罠にかけて弱みを握り協力者に仕立てるっていう工作もやったんではないかというふうに言われてますね。うん、スパイやな やっぱり主にやってたのは、まあ、西ドイツに対する工作とか、あの、重宝だったんじゃないか。今、当時、東ドイツと西ドイツに分かれてますからね。うん、で、西ドイツは自由主義、あの、西側の諸国で、東ドイツは社会主義諸国の一つだった。うんうん、で、その社会主義の東ドイツで働いてる、プーチンの、まあ、仕事の一つは、えー、西ドイツの対象に、西ドイツでどういうふうに動いてるかっていうことを調べて、で、その中で、より重要なのは、NATO。 北大西洋条約機構って、これ今でもあるあの組織なんだけれども、うん、あのアメリカとかカナダとか西ヨーロッパの国々っていうのが当時加盟していた軍事同盟ですよね。この軍事同盟の動きっていうのを監視するっていうのが当時仕事だったと、まあドレステン時代の同僚の証言があるみたいで、けど、うん、そのドイツのジャーナリストとかの意見だと、 全然重要な仕事をしてなかったんじゃないかっていう意見もあるみたいで。そうですね。いろいろあるんですよね。だから結局謎なんです。<laughs> なるほど。<laughs> うん、で、このドレスデンにいた経験っていうのが、実はプーチンにとって最初の学びとなったんですよね。うん、で、まあ前回でも言ったんですけど、ソ連が崩壊しますよね。うん、はい。で、まさにプーチンはソ連っていうプラットフォームに乗っている東ドイツが。 崩壊しかも西側のこう西側諸国の資本主義経済が明らかに勝利となっているっていう現場を彼も目撃するわけですよ。これが彼にとってすごく大きな経験だったみたいで,でここからプーチンが何を学んだかについてえ彼自身も語っているんですけれども、うん、まず。 イデオロギーよりも実際に役に立つシステムかどうかが大事であると、うん、まあ確かにこう計画経済、社会主義の下で計画経済っていうシステムをソ連は導入したけれども、うん、結果的にうまくいかなかったよねだ、だとしたら市場経済よりも効果が低いんじゃないよ、そこはちゃんと認識しようね、認識しようというふうに彼はここで思ったみたいです。うん でもう一つは、ロシアが生き残るには、市場経済システムの導入以外に道はないということを彼もここであの勉強したそうですよね。特定のイデオロギーや政治指導者に盲目的に忠誠を誓ってはいけないと、あくまで重視するのは現実的な考察、実際の経験、歴史の教訓に基づくものであるべきだということなんですね。 もしこれが本当だとすれば、ちょっとプーチンの思考の性格はちょっと分かりますよねうん。なるほど、うん これも当時の同僚の証言なんですけれども、プーチンはあの、まあ、こういう重要な仕事をしているので、うん、共産党員だったわけですよね、ソビエトの共産党員だったわけですけれども、まあ、実は共産主義に対して結構批判的で、そうですよね。経済の自由化っていうのは必要だと考えているし、東西であの人的な移動っていうのを自由にした方がいいっていうのを当時も考えていて、今でも考えているんじゃないかっていうようなことを言っていたと。うん でもう一つ、このドレスデンでの彼の経験っていうのが、まあ関係あるのかもしれないっていうのが、やっぱりドレスデンで結構一瞬にして、東ドイツっていうのが崩壊したと。うん、で、プーチンからしてみると、まあ平穏な生活っていうのが一瞬で崩れ去るっていうような、一種のトラウマみたいなのを背負ったんじゃないかっていうのが、ドイツの週刊誌記者っていうのの分析で。でこの 経験っていうのがプーチンの政治家としての出発点なんじゃないかというような分析をしていると。このような分析をまあ証明するかのように、 プーチン大統領があの大統領に就任した直後、G8 のサミットで沖縄を訪問して、当時の日本の首相の森吉朗元首相と会談したんですけれども、その時にプーチン大統領が言ったのは、うん、ロシアは民主主義とか法の支配といった、その西側の価値観っていうのを受け入れたと。うん、で、これをロシアが受け入れるっていうのはそんなに簡単なことじゃないと。うん、頑張ったんだ。 でも、あの、北大西洋条約機構は、NATO は、相変わらずロシアの包囲網を作ろうとしているって言って、まあ、不満を述べたらしいんですよね。うんうん、で、この西側が自分たちのことを追い詰めて、常に自分たちのことを一瞬にして、平安を奪い去るような、あの、陰謀を巡らしてはいるんじゃないかっていうような感覚を、ここで受けたんじゃないかというふうな分析を、あの、朝日新聞の国際報道部の記者たちはしている。 っていう感じですね、うん、なるほど、うん、まさにトラウマトラウマ、うん、まあ一つの見方はですね、うん、どこまで本当か分かんないですよそうなるほど、うん、そういうふうに本に書いてあるというのを紹介してる皆さんはこれを聞きながらそれを信じてほしいわけじゃない僕たちはなるほど、はい、プーチンの話に戻ると、うん、彼はですねカーベ兵として活動してたんですけれどもここで政治の世界に入るんですよ政界入りしますほう ソ連崩壊直前にドレスデンからレニングラードに呼び戻されるんですよね、これが1990年です。うん、それはなぜかというと、彼の法学部時代の恩師だったアナトリー・サプチャークっていう人がいるんですけれども、この人がですねあの選挙に出馬するんですよ、うん、レニングラードの市長選に。で、プーチンに声をかけてこう、プーチンを自分の政治活動のブレンに据えるんですよね。手伝ってくれと いうことで、すよでこのサプチャークがレニングラードの市長選に勝つんですよね。うん、勝って彼のブレーンを務めてたプーチンは副市長と市の対外関係委員会議長という役職に就任します。はいはい、で、ここでカーゲーを辞職するんですよね。で、プーチンにはこの時まあドレスデンにあの赴任していた後なんですけれどもね。うん、あのモスクワの カーゲイベイの本部に戻ってこないかっていう話もあったらしいんですよ、これ、海外駐在をした後モスクワの本部に戻るっていうのは、なんか出世コースみたいなんですけれども、プーチンはそのああに、まあ、あの組織自体に未来がないから、残ってもなんだなって思ったっていうようなことを、まあ、インタビューで言ってますね。へえ、そうですね。うん、で、少し時系列を言うと、まあ、彼が副市長になりました。うん その後の1991年6月にエリツィンが大統領に当選します。はいえー、そして1991年の12月にソビエトが崩壊するというふうな時系列になってますね。で彼が ここでどんな仕事をしたのかっていうとですねこうさっきこう彼がついた役職の一つとして対外関係委員会議長っていうなんか長ったらしい名前を言ったんですけれどもこれはつまり何かっていうとレニングラードの貿易大臣みたいな仕事なんですよねうん、うん、経済活動の促進に従事してたそうです、うん、例えばロシアに参入してくる外国企業とかあとは海外に進出するこうロシア企業のなんか窓口を務めてたんですよねうん、うん、企業に営業許可を与えたりとか 企業の設立をお膳立てしたりとか、まあ、そういった仕事をやったみたいです、うんうん、でこの1991年にはドイツに本部を置く多国籍企業であるシーメンスっていうのがこのレニングラードに支店を置く 続く1993年には、パリ国立銀行とドイツのドレスナー銀行というのが共同出資の銀行を開設すると、でこの西側の資本の銀行っていうのをロシアに開設するっていうのは、まあ、プーチンの大功績だったわけですよね、うん、当時の彼がここでもう一つ任されてたことが、当時のロシアっていうのは、全体的に物資が不足してました。 あらゆるものが慢性的に不足しててあの食べ物だったりとか建築資材だったりとか消費財とか、まあ、そういった供給が非常に不安定だったんですよね、うん、でレニングラードも同じような状況でした、うん、もうとにかく食べ物がないと、うん、ど,うどうすればいいんだという厳しい状況だったんですよねでプーチンはこのレニングラードに食料を調達してくるっていうふうなかなり重要な仕事を、ね、任されたんですけれども プーチンはどうやらこの仕事で大失敗をするんですよ。うん、しかも政治スキャンダルに発展して失脚しかけるんですよね。ほうほうこれはなぜかっていうとですね。当時ののレニングラードっていうのはですねこうどっ プーチンはいくつかの民間業者を取引の中間業者に指定したんですよ、民間業者、ちょっと海外から物資の調達してくれと、そしてそれをレニングラードに届けてくれとっていうふうな段取りをしたんですよね、しかし、あの商社からレニングラードに届けられたのは、最初に同意した量のほんの一部の食料のみだったんですよ。 しかもそれどころがレニングラードに届くはずだった貴重な食料がモスクワとかに届けられたんですよね。うん、これはつまり何が起きたかというと取引を主導した中間業者の中抜きとか横流しが起きたんですよ。プーチンがマネジメントにミスったんですよね。ほ<う>で、これが彼の責任問題まで大発展して結構騒ぎになったみたいですね。ここうういうことがありましたなるほどで 彼の経験を引いて、後のプーチンが語った教訓っていうのがあります。これがですね、国家がいざという時に強い権力を発揮できることの重要性を私はこの時学んだっていうふうに言ってるんですよね。うん、要するに、たとえ大きな利益に結びつくとしても、民間企業は当てにならないと、予測不能な状況下においては、民間企業は社会に対する義務などあの、無視して目先の利益だけを求めようとする。 だからこそ、国家とその指導者は、コントロールを行使できる権力を常に自分で持っていないといけないということを彼はこの時学んだんですよね、彼のこの成人体験として。この経験が実は後々の彼の政治態度に現れてくるんですよね。うんなるほどねあの。彼は引き続き政治に携わっていくんだけれども、いよいよですね中央政界入りするんですよね。彼の 手伝ってたサプチャークが1996年に市長の再選に失敗するんですよ。うん、で、これをきっかけにプーチンはです、ね、サプチャークから離れて、モスクワの大統領府で働くようになるんですよね。うん、なんか大統領府総務局次長っていう、結構地味なポストだったみたいです。うん、で、なぜ彼があの抜擢されたのかっていうところも考察もです、ね、研究者によってなされてるんですよね。 彼はどうやら自由主義経済の改革グループにビジネスを統制する専門家として迎え入れられたというふうに、まあ、言われてます。要するに、ロシアはこう、まあ、ソ連が崩壊して、で、なんとか経済を復活させないといけない。で、経済を自由化しようということになったんですよね。うんうん、経済は自由化するのはいいけれども。 民間企業とか資本家が国を食い物にしないよう、誰かから見張らないといけない、要するにガバナンスを効かせないといけない、そのガバナンスを効かせるポジションにプーチンが抜擢されたのではないかというふうに言われてます。なるほどそれはなぜかというと、彼は食料スキャンダルで経験を積んだからです、そして民間企業をどうやって統制していくか、管理しているかという、ノウハウと経験が買われたということみたいなんですよね。うんうんうん、なるほどで そこからですね、これもちょっと謎なんですけれども、わずか3年で異例の大出世をするんですよ。<ー>この時1996年から2年後には、カーゲー米のその後の組織であるロシア連邦保安局の長官に彼は就任します。うんうん、長官に就任するんですよね。はいはい、で、さらにその1年後には、エリツィン大統領によって後継者として指名されて、首相を経て2000年に、 選挙を経て大統領に彼はなるんですよ<ー>実はプーチン自身もこのあたりの経緯っていうのは詳しく語ってないので、まあ、何とも言えないんですけれどもうん、うん、彼が中央政界でライジングできた理由がですね、まあ、考察としてあるのはやっぱりさっきも言ったようにこう彼がこう管理するポジションとして経済を管理するポジションとしてこう入ったんですよねうん、うん、でこれが具体的に何かっていうですね。 税金をを徴収すするる仕組みを作ることだったんですよ当時はそのロシアが弱体した最大の原因っていうのはですね、税金を集める能力がかけていったっていうふうに研究があって、はい、やっぱ税金が取れないから中央政府は力を持てないし、大きな政策を打ち出せないじゃないですか。で、大きな政策を打ち出せないから、さらにその税収を確保できないっていう、なんか悪循環だったんですよね。はいはい、でしかかもそれまでで社会主義だったので個人とか企業に が税金を自治体とか国に直接支払う習慣がそもそもなかったんですよ。うん、習慣もないし、税金額を計算して徴収するためのその行政の仕組みもなかったと。うん、しかも、ですね脱税が日常茶飯事の光景だったみたいですね。結構腐敗もしてて、お金持ちたちがですね政府の役人を買収して一緒にあの脱税するとかですね。あと政府の 上層部から下の人まで、まあ、あらゆる役人を買収したお金持ちたちは、もう税の徴収だけじゃなくて、課税に関する法律の制定にまで、まあ、影響を及ぼすようになったっていう、うん、結構根深い、えー、腐敗が進んでたんででたもう腐敗ですね。うん、これをプーチンが なんとかしようとするポジションにつくんですよねうんうん、うん。例えば、プーチンが首相に就任した直後に、第二次チェチェン紛争っていうのが起きるんですよね。1999年のことです。うん、第一次チェチェン紛争っていうのが、それ以前に起きてて、その時は民間人を含む10万人が死亡するっていう、まあ、結構大規模な紛争になったんですよね。で、えーと、チェチェンっていうのは、ロシア連邦というのを構成する共和国の一つ。 だったんです。ロシア連邦ってアメリカ合衆国もそうですよね。うん、一つ一つの州が国みたいな機能を持ってて、それが集まりとしての,あの合衆国っていうのがあるわけじゃないですか。でロシアも一緒で、ロシア連邦というのがあって、そのロシア連邦を構成する各共和国みたいなのがあるんですよね、うんうんで。チェチェンはそのうちの一つの共和国だったんだけれども、これがイスラム教徒の国なんですよ。 なので、えっ、ー、と、分離独立しようとして、それを阻止しようとしたロシア連邦とあ紛争になるんですよね。うん、で、第一チェ,チェン紛争の時は10万人が死亡するんだけれども、ロシア連邦っていうのはチェチェンをコントロールすることができずに、チェチェンは事実上の 独立状態になるんで、すよねで、うん、この独立状態になっているうちに、イスラム過激派っていうのが浸透してきて、あのロシア各地で爆破テロをやるんですよ。その報復として、あのプーチンっていうのはあの、第二次チェチェン紛争を始めるんだけれども、これを始めたっていうことで、うんあの、プーチンっていうのは強いロシアのイメージっていうのを作っていくんですよね。うん、こののの時ににプーチチチンンが言ったのはチェチェンのテロリストに対して,ベンジュにいても捕、ま ららをぶち殺ししてててやるって言っ言たらしくてあのこれで、まあ、あの民衆の人気っていうのが高まったっていうのが一つ。うんうん、でもう一つっていうのはあのプーチンがなぜあのエリチンにこれぐらいこれほど取り立てられたかっていうことはよく分かってないんだけれども。にはあの エリツィンの周囲で権利を持っていた人たち、この聖章と呼ばれる、あの政府と一緒に商売をする聖章と呼ばれる、あのロシア語でセミアって呼ばれてる人たちらしいんですけれども、うんうん、が、あの、脅威でない人がエリツィンの 後継者にならなななきゃいけないけっっててエリアたちは思ってたち思んですなぜかっていうと、ほうほうエリツィンの次の大統領が自分たちを排除するタイプの人だったらあの、自分たちの利権っていうのは失われるので、自分たちの利権を保護してくれる人を後継者に選びたかったんですよね。うん、で、プーチンっていうのは政治的なバックグラウンドも経済的なバックグラウンドもない。つまり、大きい財閥とかともつながってないし、あの、すごく大物の政治家ともつながってないから、あの無職 透明の人として、後継者に、まあ、据えやすかったんですよね。うんなるほど。で、まあ、据えてみたら、さっき、陽君が説明したみたいに、あの、めちゃめちゃ税金取ってくるし、うん、めちゃめちゃ利権守ってくれないみたいなことになってくるって、うんね、あの、びっくり、みたいなことになっていくわけなんですけど、ね。なる,どなるほど、なるほど。うん。いやえ、僕、ちょっとあの、その政府の仕組みがピンと来てないんですけど、首相と大統領がまずいるんですね。うん。で、首相は大統領から任命される。 ロシアの首相は大統領から任命されて、議会の承認を得て成り立つみたいな感じだけど、今のロシア連邦の政治体制というのは、やっぱり大統領というのが非常に強い権限を持ってますね。うんうんうん。えっと、うん、ごめんなさい、大統領は、えっと、選挙で選ぶんです、うん、国民からの。そうです。ってことですね。はい。なる,ほどなるほど。ただですね、一応民主主義国家なんですけども、うんうん、その我々が想像するような民主主義国家ではない、ね。そうだよね。ですね。例えばだけどマスコミとかかはその国から 首根っこつかまれてる状態で、大統領にとって都合の悪い情報を流しまくれるかって言ったらそういうことにはならないんですね。なるほど。はい、その自由市場経済がうまく育ってないので、うん、そのマスコミが育つほど広告とかが集まらなかったらしいんですね。やっぱそのソビエトが崩壊した直後から。だからあ、あんまり育ってないみたい。マスコミとかも育ってないし。うんうん、なるほど。で、まあ、議会も正直プーチンに握られてるから、うん、その。そうそう 本当であれば、議会とかが、ま、いろいろこう、大統領令とかを覆したりとか、いろいろやろうと思ったらできるっていうルートはあるみたいなんだけれども、なん。かそのような動きをする人も議会の中にいないですよね。なるほど。今もうリアルタイムでニュース見てて、あの、全会一致とかになってるわけだから。うん。そうね。もうおかしいじゃないですか、民主主義として。はいはいはい。あの、反対票ゼロとかって、そもそもが。っていうような状況を、あの、大統領の権限を使って、構築していってしまってるっていうこともありますし、 いい質問だったな、ちょっとこのまま喋るとですね。はい。あの、いわゆるロシアという国はですね、やっぱりその、先制国家になれてるっていうのはやっぱりあるかと思う。これは、その、いろんな人が言っている上に、これに対しての反対意見があることも承知した上で言うんだけれども、歴史を勉強した上で思うのは、やはり、その、ロシアというこの広大な土地を持った、いろんなその内部問題をはらんでいるこの国がですね、 その投票みたいなのでめちゃくちゃうまくいくみたいなのは多分あんまり想像してなくてですね、中の人もうん、うん。ある程度その強いリーダーに引っ張ってほしいというニーズがやっぱりあるんだろうなというふうに思いますし、うん、そのプーチンが出てきた時っていうのはまさにそのソ連が崩壊した直後で、エリチンもいるんだけれどもそこそこ頼りないわけです、やっぱり、うん。うまくはいってない。そのうまくいってないところにまあ税金バリバリで取ってくるし、そうだね。さっき言ったみたいな強い信念を持っている。 そして、えっと、対外的にも、トイレにいてもぶっ殺すぞっていうぐらい、強いっていう、こう、対外的な、ロシアを守ってくれる。はい。自分たちを守ってくれる。そして、こう、大国であるロシアをですね、まあ、ソ連からの時から大国だったけど、落ち目になっていったわけじゃないですか、ソ連の時代の後半。それを、再度復興させてくれるような、あの、存在として、やっぱり、その、非常に国民的人気が高かった。 ね、なるほど。はいはい、まあそういうような状態だったので、まあ一概になんて言うんですかね、その先制君主が悪いみたいな言い方も僕はやっぱり違う。その歴史勉強してて思うんだけれども、すべ、うん、ての国が民主主義できるわけじゃないから、そう思ってんのはアメリカとかだけだから。うん、うん。で、失敗してっから。今の世界の国だって全部が全部そう,そういうシステムじゃないからねでそ。そういう考え方して失敗してるのが、まあ今のいろんなところで失敗してるわけじゃないですか、アメリカとかが。うん。 その,その組織にはその組織、国家に向いてるそのシステムというのがあるわけですよね。なので、まあ、別は肯定もしてないんだけども、僕は否定もできないなという感覚で、うん、このプーチンの,その強い権力っていうものを、彼がこの今のヤンヤンとムロコシが語ってくれた人生の中で学び取ったというふうに考察されてますよね。悪くないんじゃないかなと思ってますけど、それに関しては。なるほど。しょうがないんかなと思ってる。 政治システム自体は、あの、フランスから持ってきてて、この大統領と首相が両方いる体制のことを半分の半と書いて、あの、半大統領制って言うんですよ。で、この旧ソビエト連邦の 構成国だった旧ソ連国っていうのは基本的にこの反大統領制を採用していて、ウクライナの政体もこの反大統領制です。大統領と国民から選挙によって選ばれた大統領と議会の承認を得て任命する首相っていうのが、まあタッグ組んでやっていくっていう感じ。うん、なるほど、なるほど。ただね、そのロシアのその政治体制っていうのはさ、その出来上がったばっかりなんだよね。 その、ソ連っていう社会主義っていう、もうめちゃくちゃバージョンの違うものからですね、いきなり民主主義にゴンって切り替わって、走り始めたばっかりじゃばっかりなわけです。なるほど。もう、たった1990年代から始まった制度でですね、あまりね、そのなんか確定的に決まったルールみたいな感覚とはまた違っててですね。うん、そうだよね。うん、結構、そもそもその、プーチン自体がめちゃくちゃ変えてきてるっていうのもあるし、うん、えっと、その、いろんな穴もある。<laughs> その、うん、その、穴って言っていいのかどうかわからないんだけれども、 その例えば権限が首相と大統領のどっちにあるのかとか、どういう関係性なのかとかいうのも結構流動的に変わったりしていってるっていうふうに指摘されていて、うん、まあそういうことが書いてある本もあるんですけれども、うん、なんていうかな、ちょっとやっぱ僕たちの感覚と違うわって思った。なるほどっすね、うん。うん。そこも含めて。はいはいはい。リアルタイムで今憲法を変えてるよね。そして。そうだね。ねえ、あとリアルタイムで今法律変えまくってるよね。そして。そうだね。うん あの、メディア規制したりとかしてるじゃん。連日ニュースやってるよね。これが放送される頃どうなってるかわからないけど。うん。っていうようなものだとして捉えると比較的正確な捉え方かなというふうに思いますね。ちょっと話だいぶそれましたけど、またヤンヤンの話戻しましょう。うん、はいオッケー。まあ今、深井君が言ったことも後々でちょっとあのまた補足として話すことはあるかなと思います。うん。まあプーチンが 企業活動を監視して、税金を納める仕組みを作るっていう話をしましたよね。うんうん、で実際、彼はこの仕事をめちゃくちゃやるんですよ、うんで。例えばですね、ロシア全土に検査官を派遣して、公的機関、民間企業の財務情報を集めて、それを分析して、腐敗とか横領とかの違法行為を取り締まったりとかしてるんですよね。へ<ー>で さっきも言ったんですけれども結構こう腐敗が根深いじゃないですか、うん、これをやっぱ排除するために実力を持って彼はですねこう取り締まっていくんですよね、うん、実力というのは何かそれは武器と威嚇なんですよね、うん、時にはライフルで武装した工作員を大企業の本部に送り込んで 財務記録を押収したこともあったそうです、えー、<laughs> そんな感じだったですねんそこまでやらないとまだ税金を集められないという風な状況だったと思いますねあ。なるほどつまりこれはこれも本の中に書いてあったんですけれどもプーチンが立場が地位が上昇していったそれは彼はどうして上昇できたかというとロシアのお金持ちたち。 その財閥たちまあこれをですねロシアではですねオリガルヒっていう風に言うんですけれども、うん、彼らの財務情報をプーチンが独占的に把握できる立場にあったからプーチンが偉くなれたっていう風うな考察もありますねこれが彼の持っているなんか政治リソースですよね結構強い政治リソースで、うん、こう後々 一時ル・プーチンが首相とかになるんですけれども、首相とかになっても、この財務情報を独占できる権利だけは彼は手放さなかったそうですうんそうね、このオリガルヒっていうのは、最近ニュースでもよく出てきてますけれども、新興財閥というふうに呼ばれていてその、ソビエト連邦が崩壊した直後にですね民主化していく、うん、民主化して、そして市場経済を導入しようとしていくと、当然ですけど、企業が必要になりますけれども。 まあその企業の担い手っていうのがいないんだよね。やっぱり社会主義からいきなり民衆化してもさ、その元々普通の他の国の近代化っていうのはさ、うん、例えばフランスとかとイギリスとかだとブルジョアジーが勃興していったから近代化していくわけ。はいはい、そうだよね。まあ最初から担い手がいて、その人たちが近代化を求めていくっていう工程だったわけですよね。なるほど。で、日本とかだとそのトップダウンのその財閥、住友、 財閥とかですね。うん、あとはその三井財閥とかに対してそれを任せていくっていう形で産業化していくっていうことが成功していきましたよね。うん、あの明治維新の直後ですね。うん、はい。で、ドイツとかもトップダウンでやっていってたよね。でもこの時のロシア、まあ、いわゆるソ連が崩壊した直後のロシアっていうのは、まあ、担い手がいなかったので、そうそう共産党の幹部の人たちが甘くだった形で、 企業の社長とかになっていくわけですよね。なるほど。そうすると、もともとまあ共産党の役人だった人みたいな人たちが企業社長してて、 なんか、癒着するとか、汚職するとか、うん、あと、自分の好きなようにお金儲けれるように、その製品とかプロダクトを持ってる企業とかが自分たちしかいないみたいな状態になるわけですよね。うん市場経済がまだ未発達だから。でその時に、その供給量とかめちゃくちゃ下げたらさ、価格上がっていくじゃん、勝手に。そうそうそう。で、価格上げてから売るみたいなことをしてたらしいんですよ。むちゃくちゃやってるわけ。そうやって。そのむちゃくちゃやってる人たちをボッコボコにしたのがプーチンっていうこと。なるほどなぁ。そうそうそう。うん あの補足すると、まさにそのプーチンがです、ね、政界入りした時の1990年代のロシアの状況っていうのは、めちゃくちゃひどかったんですよ、本当に。で、まあ、価格の自由化とか、国営企業の民営化とかやるんだけれども、まずこう経済が相当混乱してて、うん、この凄まじいインフルに襲われるんですよね、物価が月平均で20%上昇していくっていうのは結構凄まじい状況になって、もう国民がせっせと蓄えた貯金が一瞬で紙み切れになるっていう。 でもも政府による保障もないといとう,うな状況です、ねはあ、なるほど。あとは政治不安もあのかなり深刻でした。うん、なんかすごく政治闘争が激化して統治がほぼ不可能なレベルになってたそうなんですよね。うん、こうなんか目まぐるしい頻度で政党とかの結成が繰り返されたりとか殴り合いで議会が中断されたりとか全然機能してないんですよ。うん、でプーチンは当時の混乱状況にについてて吐き捨てるように 乱闘騒ぎの繰り返しで政治に嫌気がさしたというふうに、その中で、一つ象徴的なあの事件が起きるんですけれども、これが1993年のモスクワ騒乱事件というもので、うん、あのエリツィン大統領に議会はまあ反発するんですよね、そこで議会は副大統領を勝手に担ぎ上げて、内閣を立ち上げちゃうんですよ。うん、これれにエリツィン大統領がブチ切れて 戦車を出出ししててて議会勢勢力を攻撃して大勢の死者が出るっていう事件なんですよね戦、えー、戦車車これもですねすさまじい事件だったのでプーチンの考え方にも影響を与えたというふうに本人が言ってます<う>これはどういう考え方をプーチンは抱いたのかっていうと、うん、政治的対立に敗れたものは壁際に追いやられて抹殺されるっていうことを彼はこの時知ったみたいです彼が語った言葉では 我々は自分分たちの立場を十分に承知している本流からそれた瞬間相手に首根っこをつかまれて壁際に追い込まれ殺されてしまうだから壁際には行きたくないというふうに彼は言ってるみたいですねうわなるほど、うん、これはでもなんか中国とかもそうなんだろうなと思う,うん,うん,うん、うん、そうだね,よね、まあ、今の中国がどうかっていうデータは持ってないんだけれども伝統的に中国もそういうふうな清掃を行ってきてるわけじゃんうんうん やっぱりこのユーラシアの中央にあるこの国々っていうのはこれぐらいの強気がないとまともにまとめられないということなのかなとも受け取れるなと思った。そう、ね、か、そんな気がしますね。そもそも生存していくだけでも難しい状況っていう。これの感覚はやっぱり我々の国の政治家とかとやっぱりちょっと違うのが、まあもちろんね、多分ものすごい清掃されてらっしゃると思うんですけどもね。うん なんかこ死ぬ死なないみたいなところもあるわけじゃないですかうん、うん、そうだよね日本で政治闘争でさ戦車出さないよね今んところかなかなかやっぱり戦車とか出さないよねだからここまで過激じゃないから <laughs>、うん、やっぱそこら辺の違いみたいなのあるんだろうなと思いますね、うんはい、うわ何かね本当リアルに命関わってるかっていうのは相当でかそうな影響してそうな気がしますでさっき深井くんが説明したオリガルヒの政治の腐敗のところで 僕からもあの補足すするとですねあの実はエリツィンも、ですねこの政治の腐敗に1枚噛んでるんですよね。うん、エリツィンは自分の政治活動の財源を確保するために、そういった有力実業家とか金融機関に特権をばらまいたんですよね。うん、要するに国営企業が民営化するときに、まあ、株式をこう資金援助のバーターとしてあげるみたいな。 なんかそういったことをこエリツィンはやったので、うん、この結果、実業界が政治世界に食い込むようになるんですよね。うん、ロシアの大統領の政策決定を自分たちの利益に基づいて決められるほど権力を持つようになるっていう、結構いいびつな状況が生ままれていますそれだけ権力基盤が弱,弱かったんだと思うんですよね、エリツィンがトップになったときにね。そうだねまあこういうの本当、歴史勉強しててよくありますよね。なるほどとということで 彼がですねそのプーチンが政治の世界に入った時のこのロシアの状況っていうのを説明したんですけれども、うん、やはりですね一番大きなこう彼が向かわ,わざるを得ない課題だったっていうのが国家の統合なんですよね。これについては、ちょっと次回、また引き続きなるほど紹介していきたいなというふうに思いますはいわかりました。